目の前にいた女子高生がなんで名古屋にいいんだよって言うんですよで、まあ名古屋で、まあ、番組すごい盛り上がって終わったんですよ。で、じゃあ帰るかって帰る時に、あの名古屋駅の、新幹線の改札口の付近にとんでもない人だかりができてるんですね。でも警察とかいて、で、あの若い女の子だらけなんですよ。絶対誰かすげえ有名な人が来るのを待ってるとしか思えない状況じゃないですか。で、誰を待ってんだろうな、なんてスタッフの人と喋りながら、で、新幹線の改札口の方に向かいますよね。そうするともう若い女の子たちの会話が聞こえてくるんですよ。なんだねずっちかよとか聞こえんのマジで、いやお前じゃねえしとか今ねずっちいらねえとかっていうのがすげえ聞こえてくる。俺だって待ってろなんて言ってねえよとか思いながら、そしたら改札とこになったら、でもう目の前にいた女子高生がなんで名古屋にいいんだよって言うんですよ。もう、まあ、その口の利き方もわけわかんないじゃないですか。っていうか俺だって、ね、仕事で名古屋来ることあるよみたいなこと言ってて、っていうか何やってんのって言ったら、嵐の、 あの松潤が来るって噂になっててさって言うんですよ。それでこんなに集まったのかっつって、だけどね、一般の乗客の人もいるんだから、こんなにね無造作にわっているんじゃなくて規則正しくこう並んで待ってなよって言ったら、その女子高生が説教ねずっち説教って言うんですよ。で説教じゃないよとね、あのね、あのファンの方だってしっかりと待つ順が大事だろって言ったんですよ、ね、うん。したら女子高生が油断できないって言うんですよ